はい、え、てんせいしやかです。えー、今日はですね、あの、前回ちょっと、あの、アジリティについてね、ちょっとお話ししたんですが。アジリティっていうのはその、ボートのこの距離感ですね。えっ、ー、と、まあ、言えば、もうリズム能力と、それと変換能力と言われるものの、えー、に分類するような、この内容ですよね。あのー、まあ、えっ、ー、と、ボートの距離感とは定位能力。ただ,だいたいこれ、あの、まあたレーダーだよね、レーダー。で、 アジリティっていうのは、前から、自動車で、もう言ったら、サスペンションとか、車輪とか、そういうとこだよね。正確にそのうちに行くようにっていうね、あの、前から、あの、動力源だよね。で、えー、それを小刻みにやる能力が、こう、リズム能力っていうんだけど、だから、あのー、その、アジリティっていうのは、その、えっ、ー、と、体の中のリズムと体の外のリズムがあるんだけど、体の外のリズムの中で、えー、うまくそのボートの距離をアジャストする役目があるので、ね、 で、これをね、ちょっとね、またね、えー、来週の終わりぐらいに、ちょっと、コート別で詳しくやろうと思うんだけども、最初に言っときたいんですけど、えー、細かいアジリティを完璧に改正させるんだったら、やっぱハードかなっていうね、えー、そういうことなんですよ。で、えっ、ー、と、人工芝じゃまず無理ですね。で、まあ、その理由また言います。で、クレイでもちょっと厳しいところもあります。で、クレーは、あの、いいところは、まだあの、 なんていうのかなまあ、スライドするにしても、ボールの入り方が足の側面側から入ってくるっていうところと、それと、えっ、ー、と、ローディングが使えるとか、で、しぶとくボールをこう打ち続けるっていう利点があるんで、まあ、これも割愛しますが、今回長くなるんでね。あの、クレーはすごい利点、ストローク力を作る利点があります。えー、ハードコートよりか非常に素晴らしい利点がある,あるんですね。 で、人工芝がね、例えば、あの、やばいのがね、まあこれもちょっと後で言うんだけど、後でか、あの、来週の間で、ね、言うんだけど、細かいアジリティとかね、そういうのって、あの、導入の時に、 なんとかね、こう、うまく足が合わないと、パタパタパタってなっちゃうのね。なんでかっていうと、こう、滑るからね。で、あの、コーチたちは、ま、それが自然な動きになるようにと思って、なんとかこう、教えるんだけど、あの、まあ、あ、うまく、アジティができたかな、とか思ってね。じゃあみんな試合しようとか言って、試合するとね、みんなずー,ずーっと滑ってんだよね。だから、結局、練習でやったことがね、全然ね、あの、試合で活かせないんだよね。だから、結局、コーチ泣かせだよね。だから、もう、そう、そうなってくると、で、 ボールの距離感とか、前から、その、えっ、ー、と、よくあるのが、こう、走っていってね、で、ボールに対して入る前に、うまくこうボール、こう、ちゃんとアジティでア,アジャストメントして、で、ボールに入るっていうのを、こう、やったとしても、その前にずっと滑っていくのに、ね、つぼ、つまさからつま、つま、滑っていくもんだから、だから、ローディングはできないんだよね。うん、それが、もう、特にひどいのは、なんていうのかな、あの、えっ、ー、と、地方。地方って、ほとんど人工芝居でしょ。試合も人工芝居しかないんです、とかね。 もう、ひどいでしょ。で、あの、結局、その、基本的な技術というのをやりたくても、結局、コートによって全部ね、あの、台無しされちゃうというね、非常に大変なことになってるんですよね。でも、正直、あの、ある程度、まあ、日本国内の、まだ、あ、日本国内プレットは、ちょっと、まだごめんなさいね。いう、あの、ちょっと、嫌な、あの、ことかも分かんないけど、まあ、人口芝でも強く育すんだっていう、ええー、方もいらっしゃいますけど、まあ、現実言うと、 じゃあ、日本国内で、じゃあ、それ育った子っていうのって、日本国内のプロとかになってるとか、日本国内では強くなってるけど、じゃあ、海外で通用してる、例えばね、まあ、デハイ選手になったら、たないるよ。でも、デハイ選手じゃなくって、トップハンドルとね、トップハンドルに入れる、まあ、グランドスラムの本戦に安定して入れるような世界に通じる人っていうのは、ちゃんとハードで、早い早期に練習してる人たちでしょ基本的モニターファンドとか、そういうところで。 で、そういうところ、それ以外で強くなった、人工芝居強くなった人ってのは国内プロとか実業団ではいるけど、でも、あの、どうですかちょっと一回調べてみてください。あの、そういう傾向に見えるから。ね。結局、そのアジャスト、ー手のこうア、アジャストメントのこの細かいアストトワークっていうのを早急に作っていかないと、あの、もう中学ではもう完全に観察さなきゃいけないのね。で、あの、アキレス腱前のこれ、例えば、あの、なんていうのかな、あの、動きだから、 っって、まあ、言ったらあの小学校3年生ままでにの言だからうちに向きたくなんかもあのその小さい頃か今うちに来てるまあ,あのえっ、ー、とまあ選手まあ泣いてきてる選手の中でまあ 今あの、トレーニーって言われるクラスから上がった子ね、もう基礎がある程度、動き完全に、あの、ある程度固めた子なんだけど、そういう子らはもう、もう、あの、明智天周りとか、それ辺はかなりフォローして作って、とにかく、あの、ア、まあ、フットワークの、あの、なんていうかね、トレーニングは怠ってない子がいるから、あの、フォローができるんだけど、そうじゃなくって、もともと先天的になかったら、なかなか厳しくなってくるね。 で、先天的に投げるとダメっていうわけじゃなくて、先天的に何がどうするのかっていうと、今までこう走っていって、アジリティでこうアジャストメントして、で、モーグルって入ったところを、もう、なんてさね、こう、うんと、まあ、アジリティなしで筋力でガンっていうようなね、筋力でカバーするっていうような形になっていくるんだけど、今もうほとんど、あの、それに行き過ぎちゃってるんじゃないのかなっていうのを思うね。あの、理由はもう、もともと人工、あの、人工芝っていうものがあるから、 スライドするでしょこ足突っ張ったままでね。で、それでハードコートでやるってやったらもう本当に筋力を、筋力を活かしてずんと止まってるっていうふうな傾向になってる。で、じゃあどうなるのかって言ったら、肘,肘痛める、火、あの、コン痛めるってそうなっていくわけでしょ なんか悪循環してるなっていうのがね、すごく見えてて。まあ、それのうち詳しくを、まだ動作がなんか含めて、まあ、来週、僕たちしたら最初なのかわかんないな。あれ、ちょっとね、もう、フィアの、どうだろう、フェイスブックも含めて、ね、全部こう出したのかなと思ってるのね、こう、現場の叫びですね、コーチのね、こう叫びをね、もうどうしようもないんだ、というね、もう人工賞なんとかしてくれ、というね、あの、内容をですね、ちょっと、あの、出していって。で、本当にね、中にはね、 あの、世界でね、あの、できたら、こう、活躍できるような、ATP とか WTA で,で活躍できるようなってことを考えるんであれば、ボードの距離感の、えっ、ー、と、アジャストメントっていうのは、ちょっと、やった方がいいんじゃないかな。で、まあ、何回か、えっ、ー、と、紹介したんだけど、やっぱり素晴らしいのやっぱり、その辺に関しては。 あの、フェデラーさんだよね。アルクラスさんよりいいと思うよ。あの、近い、体に近いボールを一緒に、トントンとアジャストする動きとかね。それが走っていって、こうね、なんていうかね、あの、僕に対してのアジャストメントするのがね、実はね、ええー、とね、清水優太ローいいんですよね。 あのー、外人選手が体でかいから、どうしてもその臨床性っていうのが劣っちゃうのね。これでかい分ね。それに対してやっぱり体の小さい日本人とかっていうのはその棒に対してアジャストするこうアジリティっていうのがやっぱり小さいからね。重心が低いのね。重心が低いからアジャストメントしやすいっていうのを求めて。だけどスーパーカーそうじゃない。重心低いっていうことは、あのー、だって車高も低いじゃないまあ言うたらね。 で、トラックみたいなの、の、でかい、あの、あの、車ってのは重心が高いから、横に弱いじゃない、ね。まあ、ただ、まあ、た外人、体のでかい人の欠点が重心が高いってことなのね。だから、低いこの利点ってのは重心が低いってことだから、細かく動く、動くあの、ものに関しては有利なのよ。ってことは、日本人っていうのは、そもそもそこを鍛えなきゃいけないわけなのね。 ねえ、まあ、極端に言うたら、それは、貧瘍性で言うたら、それは黒人の方がすごいよ、黒人っていうのは。だから、結局、その、なんていうんですか、短距離走とかね、あの、あのボクシングのヘビー級とかになってくると、やっぱりでかい体格でも貧瘍性があるから、ボクシングとか多分、あの、あの、黒人の選手ばっかりじゃない、やっぱりね。アキレス感長いからね。だから、まあ、それは仕方がないんだけど。 あの、もう少なくとも、その、傍聴の距離感的な能力っていうのは、徹底にやらなきゃいけないんだけど、もうね、どう工夫してもね、あの、あの、収まらないのが人工芝っていう存在ね。だから、あの、ま、あそれ、まあ、多分こん、今日はトークだけ、ちょっと時間ないからトークだけになっちゃうから、ちょっと話がね、ちょっと、あの、もうひょ言葉だけの表現なんだけど、ま、あ本当にちょっと、もっと詳しく、誰でもわかるように、ちょっと、 図であの説明してね、動きもあの動画で撮って、ここは問題なんだっていうところもね、ちょっとあの皆さんにちょっと発表していって、まああのあとはもう皆さんがね、あのなんていうのてこれを見てくれてる皆さんが、それに対してどうあの対応していくかなっていうことなのね。中にはもう いやいや、もう、あの、インターハイでいいですインターハイのごめんなさいね、なんかね。あの、やっぱりこう、インターハイの人、僕ダメと言っるわけじゃなくて、も ATP とか WT 目指せとはちょっと、ちょっとランクが違うから、ちょっとごめんなさいね。で、インターハイとはね、人工芝居じゃないだから、まあ、なんで人工芝居とツアーシとかで強くなった子もいるのは確かでね。えー、日本ランキングもどんどん上がってるのももう確かだよね。確かだけど、やっぱり海外では通用してないのね、実際に。通用してなかったでしょしてないでしょ だから、まあしてるって言ってもまあその回ってるからしてるってわけじゃないよ、<laughs> あの,、ね、あのちゃんとトップハンドルと入ってグランドスラムの本線にね、ちゃんとこう,こう入れてるっていう風なレベルで考えていったら、ああのなんうかねとシングルでね、あっていったらやっぱり。 ハードコードで、その辺のアフトワークがやっちゃんと作ったようなメンバーだろうなっていう風な感じなのね。だって森田ファンドとかそういうところでやってる人でしょあの、IMG が全部人工芝ってことないもんね。 だから、あの、それは事実があるから。で、日本国内でも頑張,頑張ってる人もいるけど、もうやっぱり、その、要所を決めるとずっと人工芝でずっとで,で、特に中学の間ずっと人工芝でしょ。あれがちょっと厳しいよなって。中学の間にそこをちょっと完成させとかないといけないなっていうね、そんな感じなんで。まあ、ちょっと土日にま,たねまだね、またまだ予定は立ってないんだけど、できたらゴールデンウィークあたりにそのアジティ系をちょっと出そうかなと思って、今回のどうしようかなと思ってね、で、アジティ系のレッスンってグループレッスンじゃほぼできないんですよ。 できないからどうしようかなと思ってんだけど、だから、まあ、申し込まれた人は、あらかじめこっちの方から、宿題とするね、これ一応有料になりますよ。宿題として、あの、うちの、なんていうのね、あの、課題ね、これとこれとかやっといてね、これ理解できないとできないよっていうのを、まず宿題やっといてもらって、で、それで、 当時にそらえてもらうっていう手はずにしようかなと思うね。あの、簡単にできない。だから、その、例えば、ボールに対して、こう、アジリティと、それと、そのボールに対してアジャストして、こう、入っていくっていうのは、あの、ハウトゥーでできないんですよ。こう、感覚を、を見つか、掴んでいかなきゃいけない。で、大まかなあのメニューっていうのはあるんだけど、あれはほぼほぼ、なんていうか、ね、うん、相当ね、 えー、コーチが、これ分かってる人じゃないと、だから足、よくあるでしょなんか走って出し込むく、ピチ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 ,ピチって終えてやってるのね。あんな、あんなのこれやってないでしょ、ね、でも、あの、ピチピチピチってやるのが間違いじゃなくて、あれはもう、あの、なんていうのかな、あの、導入段階の、あの、話なのね。だから、導入段階のな、なんていうのかな、この、本当に完成させる、 に至らない人が結局ピチピチピチってなんなかなってるわけだから、そこをなんとかしないとダメなのね。だから人工芝あるとそのピチピチピチっていうね、なんか走っていってチク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 みたいな、なんかこう、<laughs> あの、あの、問題になってるのね。で、いやそれは何が悪いんだっていう人がなんか、あの、言うかもしれないけど、一回ね、あの、試合では清水優太プロの試合見てよ。なんか、その、なんていうね、こうピチピチってなってるわけじゃなくて、なんかこう、自然によく見ると、細かくタダ,ダン。 自然さを出すのがこう、ね、我々コーチとしては難しいんだけど自然さができないとこピチ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 ってこうなっていくのねだから、あのー、人工芝中途半端に滑るからこうこうこうピチピチピチピにチチなるしかならないんだよねだからそこをちょっとね何とかしたいなと思ってでやっぱりそこがうまくできてないことっていうのは、まあ、そこはリズム能力ってことになるんだけど、あのー、なんていうのハードコートでうちもちょっと今、あのー やっぱりこう相手は高校生だ上の方の子らと戦うことになってくるとスピードが速くなるじゃないだから思いっきりずーっと走って味いてアジャストして入るっていうのをやるんだけどやっぱりどう,もどうしてもパタパタってなっちゃうもんねだからその,そのパタパタさをいかになくして自然に持っていくかっていうのはことが難しいんだけどそれがじゃあどうしてできるのかっていうとちょっと自信ないんですよねあのだってうちにうちに来てる子をちっちゃい頃から見ててもそれでもなかなかそこを持ってくるのがなん,なんていうかなあのあの 形的ではできるかわかんないけど、それ、もう本当に、なんていうのかな、細かい、なんか実践的なところにこう導入していって、腹打ちさせるところに持っていくってのは難しいのに、そんな、あの、1時間とかそんなぐらいの、あの、プライベートでは絶対できないんだよね。相当時間かけて取れるのかなんかやらないと。だから、そこまで、あの、覚悟ものがあるっていう人がいるんであれば、あの、ね、あの、いいんだろうけど、でもまあ、 あの、なんてね、触り程度、あこういうことがコーチ言いたいんだっていうね、で、ほぼ、うん、ほぼ多分、おそらく参加してもらっても、あの全員、多分できないと思うやつ。あ、あの、そんな甘いもんじゃない。できないと思うけど、あ、なるほどね、ここをやらなきゃダメなのねっていうことを腹落ちしてもらったら、あと自分でどこまでそれを意識してやるかっていうところがすごく大事になってくるだから、それをね、ちょっとこれでクいたりにちょっと入れていけないなぁと思ってるんだよね。あのー、 ちょっと有望な子もいろいろいるんだけど、ちょっとそこがちょっと厳しいなぁと、アジリティねーっていうね。でも,も、毎回毎回ボールとて違うじゃない。スピードも違うし、バウンドも違うし、フットワークも違うでしょ。リズムタイミングが違うから。だから難しいのね。全く同じタイミングでっていうんだったら、こう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 ね、こうねって言えるけど、そうじゃないから、常に変化する中で、で、常にその、なんていうのね、あの、アジリティ調整してるわけでもないのね。やっぱ一気にトントンってなる場合もあるし、ここはちょっとアジリティ調整して、ちょちょっ っていうとこもあるしだからあのどれだけのじゃあウェイトゲームの中でウエイト締めてるかっていったら大事なとこでウエイト締めてるんだけどもそんなに極端に多くもないというね微妙な位置にある技術だからでもあれはやんないと厳しいだろうなと思うので、ね。 まあでも今うち土日に来てる人もちょっと厳しいこと言いますけど一番最初に私ね、あのショートラインの時にね、ちゃんと歩幅キープしてアジリティで動いてねって言って、毎回毎回言うけど、毎回毎回できてないんだみんなね。<laughs> だから、あの、あの、やっぱりこう意識レベルなんだろうなと思うの。ちょっと厳しいこと言うけどね。あの、でもそれはぱりコーチも責任があると思うのね。やっぱり腹打ちさせてないっていうところがコーチにも責任があると思うからコーチも反省してるんだけど。 やっぱ多分そこまで重要なもんだなっていうふうに多分みんな思ってないんだろうなと思う。それが手遅れになると厳しいだろうな。だからタイムリミットを中学の間でどこまでそこがねちゃんとできることなのかなとかは思ってるんだけどでね、あのそこだなぁとはねいう感じですよね。 で、まあ、それはレベルによるけど、まあ、インターハイってことを考えたらね、まあ、全中インターハイでって、で、インカレでっていうペースで考えてたらそんなに急ぐ必要はないけど、中にはね、やっぱりこの、なんだ世界で WTA で ATP で戦いたいんだってこう熱き思いを持ってる人がいると思うから、でそういう人はやっぱり思,って思うんだけど、前もいたけど、やっぱり海外の選手のペース考えたら、もう高校でグランドスラムに出てるんじゃない、あの、グランドスラムジュニアじゃなくて。 だから、やっぱりそのグランドスラムあに出るんだっていうふうなことを今のうちに想定して、小学校の間から練習とか計画立てとかないと、あのドタンパじゃ無理よっていうね、あのー、いうことです、また厳しいけど、高校から伸びるテニスをとか言ってね、でも半分でも、なんていうのかな、本当にそう考えてるところもいると思うから、ね、それは悪いとは思わないけど、半分言い訳にしかなってないところもある多い、も確かだから厳しいこと言うとね。 で、やっぱり、何度も言うけども、中学の時点であるとレベルがないと、強い高校を入れてくれるし、大事にしてくれないのよ。極端に言ったらねで。そうなってくると、その、なんていうのかな、あの、高校から伸びるっていう意味にしたいけど、環境に入れてくれなかったら、あの、どうしようもないじゃないですか。だから、結局環境に入らないとしょうがないから、ね、あの、まあ、今回、アジリティに関してはちょっと言いました。まあ、詳しいことはありますけど、また概要欄とかでも見てもらったらいいと思うんだけど、 ええと、それとあの、フットワークの時間的概念っていうのね、あの、ナンバー3、今ちょっと、まだ作っていって、あの、だいた今月のね、ちょっと後半になるとは思うのね、ちょっとね。あの、一部ちょっと入り方の、あの、細かいステップの入りっていうの、と今撮影終わったとこで、それをちょっと編集してるとこだから。 あの、導入でね、ちょっと注意してほしいこととか、で、今回言った、その、ちょっと、アジリティの重要性も少しちょっと述べて、コートサービスでの欠点も伝えとかなきゃいけないのかなとか、いろいろちょっとあるのでね、あの、ちょっと、あの予定平和一部変更しちゃったのもあるから、あの、ちょっとまた、あの、皆さんご勘弁してください。もうちょっと待って、またいいのができると思います。えー、富さん頑張ってください。